69丁目駅はニューヨーク市地下鉄 IRT フラッシング線の駅である。クイーンズ区ウッドサイドの69丁目とルーズベルトアベニューの交差点に位置し、7系統が終日停車する。愛称として69丁目フィスクアベニュー駅とも呼ばれる。この駅は1917年4月21日に IRT フラッシング線の終点であった。 クイーンズボロプラザ駅からアルバーティスアベニュー駅までの延伸開通とともに開業した。駅のホームは1955年から1956年にかけてホーム有効長を11行編成に対応にするために延長する工事を行った。駅は相対式ホーム2面と観光線2線、急行線1線を有している2面3線の高架駅で中央の急行線は ラッシュ時に混雑方向へ向かう7系統が通過する。北高ホーム東端には起動下にある格納庫に至る職員用の階段がある。ホームは両端を除いて茶色の屋根とそれを支える緑の柱、ベージュの外壁があり、ホーム両端は腰付近までの高さのフェンスがある。また、黒い電灯が一定間隔で立っているほか、駅名表は ニューヨーク市地下鉄標準の黒地に白で愛称である、型の6 9九スストリートフィスク AV と書かれたものがある。駅の東側では、ブルックリンクイーンズ高速道路がフラッシング線の元を通過するほか、反対の西側、61丁目、ウッドサイド駅との間には分岐器が設置されていた。2008年に、反対の74丁目ブロードウェイ駅との間に、 シーサスクロッシングができたことに伴い撤去されている。駅には2カ所で入り口があり、ルーズベルトアベニューの交差点南西と北東に出ている。改札街中央に切符売り場があり、両側に改札口がある。改札口には、回転式改札機があり、各ホームへはそれぞれ階段が一つずつ接続しており、改札内での南北ホームの行き来も可能である。ありがとうございます。